メイ列車で行こう。設備編、過密路線の終点で折り返しにかかる時間は？まず、終点での折り返しダイヤについて、新幹線や特急など、車内清掃が行われる列車と、通勤電車では、折り返しにかかる所要時間は異なります。通勤路線でも2階建て、グリーン車を連結している電車は、グリーン車の整備のため折り返し時間が、長くなります。客車列車が運転されていた時代の、折り返しは、機関車の付け替えが必要で、折り返し時間が長かったのです。先頭と最後尾の両方に、機関車をつける、プッシュプル方式で、この問題は解決できますが、機関車を余計に保有する必要があるため、現実的ではありません。また日本の旅客列車は、短い駅間距離で加減速を、繰り返すこと、国土の地形の問題により急勾配、急カーブ、急な分岐器が、多いため、機関車が牽引する、動力集中方式は不向きなのです。このことから、国鉄の動力近代化計画の、取り組みにより、動力分散方式の、採用が進みました。動力分散方式とは、編成する車両のうち、多数の、車両が動力を持つ方式で、日本の鉄道のほとんどがこの方式です。ブルートレインが廃止された今日の、日本で、動力集中方式で、運転される列車は、機関車が牽引する貨物列車や、クルーズトレインの七つ星、SL などのイベント列車くらいです。客車列車がほとんど、ない今日、折り返しに必要な時間は、お客の乗降時間、乗務員の交代や車両に、忘れ物がないかの点検にかかる時間、清掃、座席の回転やグリーン車の、整備にかかる時間、ダイヤが乱れた時に、折り返し列車にまで遅れを、引きずらないための余裕時間、などが考慮されて折り返し時間、運行ダイヤが、決まります。新幹線は折り返しの東京駅で、12分間停車しますが、お客の乗降時間を、差し引くと、清掃に使えるのは7分間です。新幹線清掃劇場や、7分の奇跡、としてマスコミに、取り上げられ、国内外で称賛されています。在来線の普通列車だと、3、4分の短時間で折り返しダイヤが、設定されることもあります。ラッシュ時の通勤路線や、地下鉄では2分程度で折り返す運行ダイヤも、多いです。前回取り上げた、逃げ場のない終着駅で、なおかつ高頻度運行で、かつ2線で折り返しているのが、東京メトロ丸の内線池袋駅、中央快速線東京駅、京王井の頭線渋谷駅などです。この3駅の朝ラッシュ時ですが、折り返しパターンは共通していました。どんな風に折り返しているかを、図で説明します。なお、京王井の頭線渋谷駅は、もう一つホームがあります。一線に電車が到着してすぐと、いうよりも到着とほぼ同時に、もう一線の電車が出発していきます。この時、動線は交差していないのですが、このタイミングが最良のようです。1分半経つか経たないかくらいで、次の電車がホームへ入線し始めます。行き止まりの車止めがあり、分岐器の速度制限もあるので、進入速度は控えめです。この時、動線の交差が発生するので、出発しようとしている電車は信号待ちの、状態です。動線が交差する部分を、到着する電車が通り抜けるとすぐに、信号が開通し、ドアを閉めて出発していきます。発車するタイミングは、やはり、もう一線に電車が到着してすぐ、というよりも到着とほぼ同時に、出発していきます。1分半経つか経たないかくらいで、また次の電車がホームへ入線し始めます。出発しようとしている電車と、動線は交差していないのですが、電車が到着してすぐ、というよりも到着とほぼ同時に、
もう一線の電車が出発していきます。このタイミングが最良のようです。最良の運行ダイヤが、組まれていて、その時刻に従って出発している模様です。なぜ最良かといえば、運転間隔が均等になるからです。この後はピークが終わるまで、ひたすらこの繰り返しです。この折り返しパターンが、過密路線で共通していることから、終点が2線でかつ高頻度運行の、折り返しとして採用パターンなのでしょう。というのを踏まえた上で、朝ラッシュ時に何分で実際に折り返しているのか、過密路線を見てきました。左が東京メトロ丸の内線池袋駅、中央が中央快速線東京駅、右が京王井の頭線渋谷駅です。少し長いですが、ご覧ください。平日朝の一例ですので、必ずしもこの分数で折り返しているわけではありません。わずかな時間で慌ただしくも、テキパキ折り返してる様子が、わかりました。前々回や前回の動画を、含めた過密路線の工夫を、まとめます。交互発着や駅ホームでの、閉塞の分割、加減速の良い電車を、使用していること、機関車と客車による動力集中方式ではなく、動力分散方式が、国鉄時代から採用されていること、終着駅では配線設備などの工夫、終点折り返し駅の、分散、キビキビ発着、テキパキ折り返し。過密ダイヤには様々な工夫があるのですね。普段何気なく利用している通勤路線を、よく観察してみると、いろいろな発見があります。そして何よりも重要なことは、鉄道会社の多くの従業員によって、支えられていることではないでしょうか。
械化や自動化など合理化もありますが、根底にあるのは鉄道に、携わる人によって支えられている部分も、大きいなぁと感じループ主でした。ご視聴ありがとうございました。